僕は YouTuber になりたいっていうわけではないので、ね、決して YouTube だけになってしまうとそれこそ自分が最初特別じゃないよっていうのを伝えたくて YouTube をやり始めたのに、自分が特別な人じゃないっていう、わかる？ YouTuber だから発信できるんでしょっていう風に自分がならないように、もうリアルにね、動画だけじゃなくて出ていきたいなっていうのがある。おはようございます。いや、めっちゃいい天気だね。今日はね、今から女子校に、講演会に行きます。めっちゃ朝早いけど9時半です、まだ行きましょう。行こう行こう、まあ、歩いてすぐだと思うし行きましょう。いや、ちょっと緊張する今日は。あ、そうなんですね。なんか女子校だし高校生ですごい緊張する。おじさんとかやったら楽しい。あの、もし可能であれば、なんかこう椅子で丸くなるとか、そういうことを取らせていただくことってできますか？できます、できます。なんかそっちの方が自分自身もこうちょっと教壇に立って話すっていうとすごい緊張することもあるので、なんかこうやっぱり教えてもらってるって感じになるとなかなか質問でしづらいのかなと思うんですけれども、なんかこう同じ目線でどう思いますっていう感じでこうできたら、もう少しなんか他らが、まあ、自分自身の緊張も解けるっていうのも一つ で、ね、うん、で事前にあの生徒はまあちょっと何ちょっと控えない子が多い関係で、その出ないっていう遠慮するっていうケースもあるので、うん、事前に質問をもらってます。好きなタイプが多いですね。そうですよね。同じ目線ってことですよ。そうですね。なので、うん、彼女たちすごい。これあのここ全部電子黒板なんですよね。はい、で iPad のあの生徒さん、一応1枚のシートにつき1個っていうふうにしてあって、名前はわからないので大丈夫、一応無記名っていう形にしてあります。ちょっといろいろ考えてて、やっぱりこう高校生っていうのがあったので、はい、そのどういう切り口で入ろうかなと思った時に、やっぱり高校生だったので YouTuber っていうところからの入り口ってすごく、まあ、YouTuber って絶対皆さん知ってると思うんですよね。思います。なのでそこの中から、はい、なぜその自分自身がその YouTube を始めたのかとか、まあ、その自分の、まあ、その過去のカナダでのボーイフレンドだったりとか、日本での彼氏のこととか、やっぱりそういうのを見るとやっぱり高校生なので好きなタイプとかそういうのが結構あれなんだなと思ったので、そういう流れです。お願いします。自分がゲイなのかなっていうのを気づいたのは、やっぱ小学校の高学年、中学校ぐらい、まあ、中学生入るぐらいの時なんですけれども、何が一番辛かったかっていうのがあって、僕は自分のことを隠すよりもその友達に自分のことを言えなかったことがすごく辛かったのね。バンクーバーの街を歩いてると、女性同士とか男性同士でも普通にみんな手をつないで歩いてるっていうのがその街の景色としてあったんですね。で僕はそれを見た時に、あ、すごくいいなって、日本もこうカナダのような国にならないかなって、なったらいいなと思うので、自分は何ができることがないだろうかっていうのを
ずっと考えていて、でなぜまあ YouTube を選んだかっていうのも一つで、まあ、YouTube ってどちらかというと結構若い世代の子たちがたくさん見るので、自分がやっぱりその学生の時が一番こうしんどかったのね、その狭い世界の中で、そのなんでこうなんだろう、なんでこうなんだろうっていうのがあったから、なのでその YouTube を使って、別に LGBT っていうこと自体が全く変わってることでもないし、別に隠すことでも悪いことでもないんだよっていうのを、その若い見てる世代の方に何か感じてもらえたらなっていうのがあって YouTube をね始めたのね。僕はゲイです。好きな人と街の中で手をつなぎたいです。私はゲイです。ダッシュでいろんな性別の方に手をつなぎしております。カズエちゃんとか藤原カズです。もう一回ありがとうございました。ありがとうございました。あ、戻っちゃった。どうでした？緊張したけど、なんかすごい楽しかったです。話せましたか？話したいポイントというか。話せた話せた。あと倍欲しいよね。私もなんかいろんな知識を教えなきゃいけないとか、なんかいろんなこうポスター作ったり活動しなきゃいけないとかっていうんじゃなくて、はいはい、まずは直接会 う, もうそれだけでいろんなことが知れるんじゃないかなって思ってて、で、まあ、そういった中で、まあ、カズさんっていう存在を、まあ、知ってお会いできて、そして実際に教室に立っていただけるっていうところまで来たので、いやもうこれはどんなに資料を出すよりも、確かに本当10分でも5分でもその方が生徒たちにとっては何かを感じられるんじゃないかなっていう。結局はその全てを教えるというよりも、その自分で知ろうと思うきっかけを作ってあげるっていう、まあ、こういった感覚が最近こう増えてきているんです。お話を実際にしていただいて、実際に会ってみる、それでもちろん全く興味を持たない子だとかいるかもしれないけども、何かこう疑問に感じていただくことか、もしかしたら自分自身が LGBT なんじゃないかって派手なマークがついている子とか、自分が興味があれば調べていけばいいし、カズさんが言ってくれた言葉によってちょっとモヤモヤしていた気持ちが晴れる可能性もあると思うので、特に高校生1年生のこの時期にやるっていうのが非常に大きい意味があるんじゃないかな。大きくやっぱり変わったのが、自分自身もやっぱりその YouTube を通して、まあ、カミングアウト動画とか LGBTQ の方にいろんな方に会って、自分自身もあ本当にいろんな人がいるんだなっていうのを感じた。自分だとやっぱり僕はゲイだから、ゲイの友達は多かったけれども、他のトランスジェンダーの子とかレズビアンの子とかバイセクシャルの子っていうのはこの動画を通していろんな出会いがあって、そこから自分自身も学んだから、本当にいっぱいいるんだなっていう風に感じた自分も。まあ、旅動画とか、まあ、それに関しては、まあ、楽しさを伝えたいっていうのがあるんだけれども、その LGBTQ のことに関しては、自分の意見っていうものが LGBTQ 全体の意見ではないですよっていうことはすごく気をつけてて、あゲイの人はカズエちゃんのような考え方なんだなっていうのをみんなが持たないようにっていうのはすごく気をつけてる。あとはこの自分自身が好きなこととか楽しいことをしてる姿っていうのを見てほしいというか、なんかゲイだとどうしても今まで大変だったでしょうとか、なかなか分かってもらえなくて辛いでしょっていうイメージを持たれてたの。でも全然それって、僕はもうゲイで生まれたことはすごく今は楽しいっていうか良かったと思ってるぐらい毎日楽しいから、その楽しさを伝えたいっていうのがある。やっぱり YouTube だけだとこう、まあ、画面を通してそのコメントとかメッセージでいろんな子からメッセージが、なんていうの、その返信っていうの、コメントとかが来るけれども、やっぱりこう僕自身話すのが好きだから、実際にこう自分の目で見て、あとはこうああいう場に行って本当にいろんな人と接することで、あもっと違う伝え方ができるんだなとか、YouTube だけじゃなくて、僕は YouTuber になりたいっていうわけではないのね、決して。
YouTube を通してやっぱりそれを知ってほしいっていうところがあるから、もっともっと動画から出て学校とかいろんな場所に、その公園だけじゃなくてね、いろんなところに顔を出したいなっていうのはすごくあって、もっとだから YouTube だけになってしまうと、それこそ自分が最初特別じゃないよっていうのを伝えたくて YouTube をやり始めたのに、自分が特別な人じゃないっていう、わかる、 YouTuber だから発信できるんでしょっていう風に自分がならないように、リアルにね動画だけじゃなくて出ていきたいなっていうのがある。だからその旅動画で日本全国回るっていうのも、やっぱりもっと触れ合いたいんだよ、僕は人と。で、人と会って話したいし、動画で伝えられないことなんかたくさんあるから、そういうのを直に自分も感じたいっていうのはすごくある。今は YouTube だけだけれども、それこそ学校に行ったりとか、もっといろんな人に触れ合える場所にを自分から作っていきたいっていうのはあるよね。ちょっとさっきと重複するけれども、あとはそうだね、活動というか、やっぱりこう、僕今までの人生もそうだけれども、まず自分が楽しいことをしたいというか、結構自分の中の選択っていうのが、こっちかこっちってなった時に、結構どっちがワクワクするだろう、どっちが楽しいだろうっていう基準で結構今までの人生を選んできたのね。なので絶対こうなりたいとかこうしようっていうのって正直僕はないのね。なのでその時その時でまた好きな方に行くとか、やりたいことをやるとか、その目先のことでなんか選んでいきたいなっていうのを思ってる。でも長いそのなんていうの、先の目標じゃないけれども、思いで見た時にはやっぱり自分もパートナーであったりとか、なんか自分も幸せになりたいし、そこはあるかな、やっぱり。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。それでは皆さん、またね、また見てね、バイバイ、さよなら、バイバイ。